はい、それでは午後の学びに入りたいと思います。はい、うん、大丈夫よ。はい、じゃあ一言お祈りをしてからですね、午後の学びに入りたいと思います。愛する御在天のお父様、この聖なる安息日を感謝いたします。午前中の礼拝をお受け入れくださり、またそれぞれ食事をとって、午後の時間もまた聖書の御言葉の中から学びますことを感謝いたします。願くばどうぞ聖霊様によってこの学びを祝福し、またお導きを与えくださるようお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは午後の学びに入りたいと思います。今回はですね、神のために友愛を捨てた人というテーマでお話をさせていただきましたが、今回のお話の中でですね、中心的な人物はこのヤエルという人ですね。この方はですね、皆さん今日一緒に学んだ方もご存知かと思いますけども、一般家庭のですね、普通の主婦なんですね。特に女戦士とかそういう訓練を受けた人ではないんですね。で、彼女はそのような普通の主婦だったんですけども、普通の主婦といったらあれなんですけども、特別にやっぱり神様に何て言いますか、忠実な方だったという、ね、とにかく神様が喜ばれることを前向きに、そして、喜んで行うという、そういう生き方をしていた人なんですね。で、今日の話の流れ的には、この一人の主婦の方が無敵と恐れられていた将軍を一発で打ち倒すという、そういうお話なんですね。はい、まずですね、じゃあもう一度確認しながらですね、深く学んでいきたいと思いますが、まずじゃあ今日は詩式の4章ですね、4章の1節から2節あたりをちょっと開いていただいてですね、はい、こちらの方を、ちょっと時代背景から説明したいと思います。まずこう書いてあります。エホデが死んだ後、イスラエルの人々がまた主の前に悪を行ったので、主はハゾルで世を治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡された。ヤビンの軍勢の長はハロセテゴイムに住んでいたシセラであった。はい、まずここまででちょっと登場人物がですね、いろいろ出てくるわけですね。で、ここで今回ですね、頭に、まず入れておいてほしい名前がありまして、このカナンの王ヤビンという人ですね。カナンの王というのはカナン人って言ってね、もともとはアブラハムがこのカナンの地に住んでいたんですけども、神様の捨てている地にですね、アブラハムの子イサク、そしてイサクの子ヤコブですね。でヤコブが今度十二部族のですね、族長になるわけですけども、その中のね、十二部族を引き連れてエジプトに一時的にですね、飢饉が起こるということでね、それで避難をして、そしてそこから出エジプトの物語になって、もう一度このアブラハムの土地に帰ってくるという、その帰ってくる場所がカナンという場所だったんですね。現在のイスラエルですけども、ですのでアブラハムがいない時に、アブラハムというかその、アブラハムの一族が、そこからエジプトにこう最終的にね、イスラエルの民族として移動している時に、カナン人たちはどんどんこのカナンの地で増えていくわけですね。で、彼らは基本的にですね、アブラハムが住んでいた時はまだアブラハムと友好関係にあったので、中には、アブラハムの良い影響を受けて、アブラハムが信じる天地万物の創造する神様を自分たちも信じるというカナン人も出てきたんですが、やはり、その影響力がだんだん弱くなってですね、もともと偶像礼拝がここで盛んだったんですので、カナン人は基本的に偶像礼拝で、
まあ、神様が最も嫌われるですね、まあ、そのような偶像礼拝をして、まあ、子供を捧げたり犠牲に捧げたりね、まあ、そのような恐ろしいことをやっていたわけですね。で、まあ、そこにこのイスラエルの民が帰ってきた時に、まあ、ヨシュアという人がですね、まあ、モーセの後継ぎですけども、ヨシュアという人がこのイスラエルの民をカナンの地に導き入れて、そしてそこからこのカナン人たちが占領している町々をですね奪還していくわけですね。で、奪還していく中で、まあ、カナン人たちはこれはまあ、一見ですねこの住んでいたところを追われるような形になるんですけども、実はそのカナン人の人たちはずっと400年の間ですね、まあ、実は神様から試されていたんですね。で、何を試されていたかっていうと、偶像礼拝をやめて本物の神様を信じるかどうか、ね、で彼らが信じる根拠として出エジプトの中で行われたようないろんな奇跡ももう起こってるんですね。だから誰が本当の神様かも明らかになっているのに、それでも偶像礼拝を捨てないというカナン人に対しての刑罰として神様は実はヨシュアをそこに使わされて、で奪還していくという感じなんですね。だからまあ、それぞれの、ね、立場で見たときに、まあ、これ、ね、奪還されて土地住んでるとこを追われてっていう見方をするのはこれカナン人からの見方なんだけど、神様の方から見るならば偶像礼拝をやめなかったという刑罰としての、このようにして占領される、ヨシュア軍に占領されるということだったんですね。まあ、そのことがヨシュア記にこう書いてあるわけですね。で、実は一回このカナン人のこの奪還の中にね、カナン人の王たちが、連合軍を作ってヨシュアに反抗してきたことがあったんですね。で、その中に、まあ、ここにハゾルという国が出てきますけども、カナンの中にハゾルという国があってね、まあ、そこの王のヤビンという、まあ、同じこれは名前なんですけども、このヤビンとは別の王ですね。まあ、血のつながりはあるんですけども、ヨシュア時代ですからちょっと時代が違うんですけども、このヨシュア時代のヤビンがですね、連合軍を作って、まあ、イスラエルと戦ったんだけども、まあ、神様はヨシュア軍の方におられたので、まあ、彼らは完敗してしまって、で彼らの町は焼かれて、そして、まあ、それでカナン人は敗北したというね。まあ、しかしその後の、時代になってですね、まあ、新しい今度はヤビン、まあ、このヤビンですね、これがまたハゾルでこの王国を治め始めたということですね。でそのヤビンの手に今度は神様はイスラエルを売り渡されたですね。なぜかということなんですけども、ここにあるようにイスラエルの人々がまた主の前に悪を行ったのでと、ね、つまりイスラエルの人たちが偶像礼拝を始めてしまったんですね。はい、これが詩式のいつものパターンなんですけども、どこから偶像礼拝が入ってくるかね、まあ、カナン人に囲まれていますので、カナン人と仲良くしている間に、まあ、その精神が入ってきてしまうわけですね。はい、で原則をだんだん低めてしまって、最後は偶像礼拝に取り込まれていく。でも神様との関係性はもう悪化してしまう。そこで神様は刑罰としてこのハズルの王ヤビンの手にイスラエルを渡されたという、これが時代背景なんですね。はい、しかもこのヤビンの軍勢の長、まあ、将軍でシセラというこの将軍がいたと、ね、まあ、今回のこのテーマに出てくるんですけども、このシセラという将軍は、まあ、あることで非常に恐れられていたと、ね、そのあることっていうのが、まあ、彼の戦車部隊でした。彼は900両の戦車を持っていたということで、一人の将軍がですね900両の戦車を持つというのはすごいことなんですね。はい、でこの戦車を持って彼は本当百戦錬磨のようなですね、まあ、無敵の将軍になって恐れられていたわけですね。はい、でこの彼がイスラエルを虐げていた、しかも激しく虐げていたということが詩式の4章の3節に書いてありますね。彼は鉄の戦車900両を持ち、
20年の間イスラエルの人々を激しく虐げたので、イスラエルの人々は主に向かって呼ばわった。はい、ですので今このシセラという、まあ、無敵の将軍に圧迫され、そして虐げられ苦しめられているイスラエル、これは基本的には彼らの、まあ、神様に対しての偶像礼拝の罪の結果であると、まあ、神様の刑罰として神様はこのような状況になることをお許しになられたということがまず時代背景になります。しかし、彼らはですね、この偶像礼拝を行っていたのでこういう状況になったということに気がつくわけですね。そして、そのことで彼らはこの偶像礼拝をやめて悔い改めて神様に立ち返ろうと思ったんです。そして、このひどく今圧迫された状態でね、もう財産とか中には命までこう奪われる、そういう危険性の中に彼らいつも生活していましたので、もう本当に彼らは、いつも逃げて回るようなね、こそこそと隠れ回っているようなそういう生活をしていたんですね。しかし、まあ、神様は、まあ、彼らがねこう悔い改めて偶像礼拝を離れて神様に立ち返るかどうかをご覧になって、まあ、それを見極めた上でですね、まあ、彼らに救いの手を差し伸べようと思われたわけですね。ですので実際に今こそこそと逃げ回っている彼らはまず武器がほとんどないと、ね、戦うそういう状態ではないわけですよ。だからもう敵に圧迫されるがまま奪われるまま、そんな状態だったわけですね。はい、まあ、そういう中でですね、神様は一人のこの女預言者デボラという人をですねお立てになられました。でこのデボラという人はですね、まあ、預言者ですから神様の言葉を伝えるという、まあ、その役割を担っている一方、イスラエルの、まあ、今その何て言いますかね、イスラエルの中で指導者がいなくて、まあ、彼らはいろんな物事をですね正しくこう、裁定できないっていうかですね、まあ、だから誰かが彼らのそのさまざまな問題をまあ、最低と言って、まあ、物事の良し悪しを神の律法によって判断して、そして決定を下していく、まあ、裁き塚さといいますかね、そういう役割を担わなければならなかった、まあ、その役割をこの女預言者デボラが担っていたと、ね、まあ、そういう役割を担うその人のことを獅子という、獅子の獅子はその獅子、裁き塚さという意味なんですね。はい、で彼女のことが獅子の4章の4節から5節に、まあ、こう書いてあります。その頃ラピドテの妻女預言者デボラがイスラエルを裁いていた、まあね、この裁いていたっていうのがその良し悪しを神の律法によって教えて決断を下していたということですね。彼女はエフライムの山地のラマとベテルの間にあるデボラの城の木の下に座し、イスラエルの人々は彼女のもとに登ってきて裁きを受けた、まあ、裁定を願っていたということですね。はい、そして神様は、まあ、このデボラを通してですね、まあ、まずこのイスラエルの救いの計画を、まあ、彼女に明らかにするわけですね。で、まあ、その救いの計画がどういう計画だったかといいますと、バラクというある一人の人物を呼び寄せて、そしてこのバラクに、ナフタリのこの部族がありますよね。ナフタリ部族っていうのは12部族の中の一つの部族です。ナフタリ部族とゼブルンというもう一つの部族があるんですけど、この2つの部族から1万人を集めさせて、彼に集めさせて、そして、まあ、先ほどのね戦車部隊と戦わせる。そうした時に神様は必ず勝利を与えくださるという約束をですね、このデボラにまずお与えくださったんです。まあ、そのシーンがですね次の詩式の4章6節7節になりますね。デボラは人を使わしてナフタリの
ケデシからアビノアムの子バラクを招いていった。イスラエルの神、主はあなたにこう命じられるではありませんか。ナフタリの部族とゼブルンの部族から1万人を率い行ってタブル山に陣を敷け。私はヤビンの軍勢の長シセラとその戦車と軍隊とをキション川に引き寄せてあなたに出会わせ、彼をあなたの手に渡すであろう。はい、これ神様の約束ですよね。この約束の中にまずやらなければならないことがあって、それはバラクを招いて呼び寄せなさいと。そして彼にナフタリ部族とゼブルンの部族から1万人を集めさせなさいということですね。はい、で、このことをですね、行って、そして敵の、シセラって書いてありますね、先ほどのこの戦車部隊のね、無敵の将軍と言われて恐れられていた彼と戦わせるんですが、彼をあなたの手に渡すであろうと書いてあります。つまり神様は最初からもうこの戦いの行方を約束しておられるんですね。はい、そして、このことを実際にデボラはバラクを呼んで伝えるわけです。はい、でバラクはまず自分がやらなければならないことは何ですか。最初にやるって1万人を集めると。はい、これがまず最初に大変ですよね。皆さん1万人集めるって大変ですよね。なかなかちょっとピンとこないですよね、1万人集まるっていうのはですね。はい、そういうふうな状況の中で、実はね、このバラクはまずそこで不安になったんです。自分が声かけて1万人集まるかって思ったわけですよ。でもその声かけるその内容が戦いですよね。しかもね、何か報酬あげるから1万人来てくださいって言ったら簡単に集まると思うんですけど、そうじゃなくて戦うと。しかも誰とですか。恐れられている戦車持っているシセラと戦うって、もう普通来ないですよね。で彼もそう思ったんですよ。ああとても来ないって。だからね、そのことがね、こう書いてあるわけですよ。バラクはヘブライ人が丸腰でチリジリになり意気消沈していること、先ほど言ったようにこそこそと隠れ回っていたような状態、武器も持ってない状態ですね。丸腰って書いてありますね。そして敵の強さと手腕、無敵の将軍シセラよく知っていた。彼はイスラエルを救い出すために選ばれた者として主ご自身から指名され、デボラからこの名前が呼ばれてね、バラクが指名されたわけです。彼が神と共に行き、神が彼と共に行き、彼らの敵を征服するという保証を受けていたわけです。デボラが先ほど彼に伝えた言葉ですね。シセラをあなたの手に渡す、神があなたと共におられるということでした。そういう約束を受けていたにもかかわらず、臆病で不信感を抱いていた。彼はデボラからのメッセージを神の言葉として受け入れたが、デボラを彼も信じていて、神様の言葉っていうのはもう分かったんですが、イスラエルに対する信頼感はほとんどなく、だからまず集まらないだろうということですね。それともう一つは、戦いになっても勝てるはずないじゃんと、丸腰、装備もない、もう本当に農民のような状態だったわけですね。農機具ぐらいしか持ってないようなね、そんな状態だった。彼らが自分の呼びかけに従わないのではないかと恐れていた。はい、これ分かりますよね。人間的に考えたらこうなりがちだと思いますよね。はい、そこでですね、彼はもう神様から指名されていますので、これ受けなければならないと。でも、まずはよく考えたわけですよ。彼はお祈りすればよかったんだけど、おそらくお祈りをしたかもしれないんですけど、彼の考えついたところの中で一番彼がこれはいいなと思ったのは、デボラが、女預言者デボラが、みんなから支持されていて、
みんな彼女のところに出入りしてるわけですよ。彼女が自分と一緒にいて、このメッセージを自分と一緒に発信したら、みんな集まってくれるだろうと思ったわけですね。まあ、人に頼りたくなったということですよ、ね、神様よりもまず人に目が向いちゃったわけですね、はい。まあ、その弱さも分かりますけどね。で、彼はまずデボラにこういうふうに言ったということで、次のところですね。バラクは彼女に言った。あなたがもし一緒に行ってくだされば私は行きます。しかし一緒に行ってくださらないならば行きません。はい、この言葉はですね、実は神様から召された時に条件付きで、神様、私はこうだったらそれを飲みます、でもこうだったら飲みませんという、まあ、ある意味条件付きでしか従いませんよという意思表示でもあったわけですね、はい。で、彼のこの意思表示の背景には、まあ、神様に対しての不信感もあったし、自信がないっていうのもあります。でもイスラエルの人たちが集められるとも思えないわけです。だからいろんな目の前で見た、まあ、目の前で見た状況そのものですよね。このことによって判断したときにこうなるのは分かります。私たちもそういうふうに目の前で見たことによって判断したらこういうふうになるかと思います、ね。でも聖書の世界はですね、目で見たものが全てではないということを繰り返し教えているわけですね。そもそも神様はシセラに勝てるって教えてくださってるんですよ。これ約束ですよね。神様の約束は絶対に果たされるお方なんです。しかも完璧な秩序正しい方法で神様は約束を果たされるんです。何かの姑息なことをやってですね、達成される、約束を達成されるお方ではないです。全ての歯車が完璧にこう噛み合った状態で神様は必ず約束を果たされるお方なんですね、はい。ですので、まあ、彼のこの言葉っていうのは本当に不信仰な言葉だったわけです、神様に対して。そこで、まあ、デボラはね、神様から、まあ、この答えの言葉として次のようなことを彼に伝えたわけですね。デボラは言った。必ずあなたと一緒に行きます。しかしあなたは今行く道では誉れを得ないでしょう。主はシセラを女の手に渡されるからです。デボラは立ってバラクと一緒にケデシに行った。はい、まずバラクは安心します。デボラが必ずあなたと一緒に行きますと言ってくれたので、ああよかった、1万人集められると、これで、まあ、そういうふうに思ったわけですよ。しかしさらにこう付け加えられた。あなたは今行く道では誉れを得ないでしょう。今行く道っていうのは、まあ、これから彼が1万人集めてシセラ討伐の神の使いとして神様から使わされるこの戦いにおいて、まあ、約束はありますよ、勝利というね。だけども誉れを得ることはないということを神様は宣言されたんですね。そして、まあ、もちろんこの、うん、その理由っていうのは、まあ、彼の不信仰な、ね、それに対しての神様のこれは答えなんですね。神様は信じてほしかったんです。1万人ぐらい私はあなたのために集めることもできる、私はあなたに勝利を与えることができる神なので、それもできると神様は信じてほしかったわけですね、はい。そして、ね、この戦いの結末は、まあ、確かに勝利はするんですけども、シセラに、まあ、この将軍ですね、まあ、彼を討ち取るという、まあ、最高のこの何でしょう、旗取り合戦で言うんだったら最後に旗を取る人がいますよね、はい。あの旗を取る人って一番何て言いますか、まあ、誉れを得る、そういう立場だと思うんですね、まあ、それまでにみんな手伝って協力してやるんですけども、クライマックスは旗を取るというところがクライマックスになりますね。ですのでシセラを討ち取るという、まあ、これが最高の栄誉になるわけですけど、それは女の手によってなされる、ね、主は
シセラを女の手に渡されると言われたんですね。でこの女というのが先ほどの冒頭で皆さんにお見せしたヤエルという普通の家庭の主婦であったということなんですね。はい。でこのヤエルという女性がですね、どういう立場だったか、それがですね、詩式の4章の11節にちょっとこう出てくるんですね。時にケニ人ヘベルはモーセの舅とホバブの子孫であるケニ人から分かれて、ケジシに近いザーナイムのカシノキまでも遠く行って天幕を張っていた。ちょっとヤエルという名前は出てきませんが、ヘベルという名前が出てきました。このヘベルという人は、実はこのヘベルがヤエルの夫だったわけですね。だから、そのヤエルについて詳しく出ない夫の方がここでまず説明されているというところから考えても、ヤエルが本当に普通の主婦であって、何か訓練を受けた特別なそういう人ではなかったのが分かります。まず夫のことから入っているわけです、聖書の方ね。でこのヘベルという人は、夫は、モーセの舅、リウエルというね、ミディアン人リウエルという人がいましたけども、ミディアン人の中の、ある部族のことをケニ人と言ってましたので、このモーセの舅の、ホバブって書いてありますね、の子孫であるケニ人から分かれてとあります。だから神様のことを知っている人たちなんです、ケニ人っていうのはね。はい。だから何と言いますか、ミディアン人の中で特にそのケニ人はモーセの舅の、リウエル、モーセの奥さんチッポラという名前でしたかね、チッポラのお父さんですね、リウエルというのはね。だからそのチッポラの、兄弟ホバムの子孫であるということだから、モーセと親戚関係のような状態だったわけですね、ケニ人はね。だからもちろん神様のことも知っていた。で当然このケニ人はですね、もともとはイスラエルの南の方のもう外れの方にですね、ネゲブという、砂漠アラノがあるんですね。でその辺りにこのケニ人の人たちは多く住んでいたんですが、このヘベルという人はそこから全く逆のですね、今度は最北端のところケデシというところに近い場所に住んでいたと。このケデシっていうのが、先ほどのバラクが住んでいたところでしたね。1万人を集めなくちゃなんない、彼が住んでいたのがこのケデシですから、その近くにこのヘベルも住んでいたと。そして天幕を張っていたと書いてありますが、これが遊牧民族の特徴ですね。だから家を構えるというよりもテントなんですね。移動式のテントです。だから遊牧ですので、家畜に餌をこう与えて家畜で生活しているわけですけども、家畜の餌が季節ごとに変わっていきますので、それを追っかけてずっと移動していく、そういう生活を送っていた。そのヘベルの妻がヤエルという人だったわけですね。はい。で、いかにこのヤエルという女性がね無名の人であったかと。でその人がこの無敵将軍シセラにシセラを討ち取るという、これすごいことなんですよね、実はね。で、はい、彼が無敵将軍と言われていた理由についてもちょっと触れておきたいと思いますが、先ほどちょっと午前中も出ましたけど、これご覧になられてくださいね。これ彼の戦車部隊にはこういうふうに大きな釜がタイヤの戦車のタイヤの車軸につけられていて、だから走り回るときにこれがぐるんぐるん回ってですね、しかも前に進みながらぐるぐる回るから、どういう状況になるか皆さん分かりますかね。これが通った後、人たちがバタバタ倒れて死ぬわけですよ。それはもう残酷な、これは戦車だったわけですね。でこういうものを
彼は編み出して、シセラは編み出して、そしてこれを900両持っていたって言うんですよ。どんだけ無敵って言われたら、その理由が分かりますよね。これで走り回られたら本当に誰も近寄れないんですよ。でこれで彼らは百戦錬磨のようにね、数々の戦場で勝利してきたわけですね、はい。そんな彼と、まあ、今からバラク、イスラエルの民は戦いをするわけですね、まあ、しかし、バラクは神様から召されましたので、言われた通りにですね、まあ、この詩式4章10節から13節、まあ、ちょっとこれお呼びしますけども、バラクはゼブルンとナフタリをケデシに呼び集め、1万人を従えて登った。デボラも彼と共に登った、まあ、ここにまずバラクが、まあ、デボラと共に登ったので1万人従えられたかどうかね、まあ、これは彼の戦略だったんですけど、本当はもう神様はそんなことしなくてもですね、勝利を与えるために1万人集めることがおできになったんですね。でちょっと飛ばすのは、先ほどのですね、ヤエルの出所についてさっきちょっと触れたところがありましたけど、あの部分をちょっと飛ばして、そして次のところですね、アビノアムの子バラクがタボル山に登ったと人々がシセラに告げたので、シセラは自分の戦車の全部、すなわち鉄の戦車900両と自分と共におるすべての民をハロセテゴイムからキション川に呼び集めたと。はい、これでもう戦いのもう火蓋が切って落とされるような状況に今どんどん近づいているわけですね。まあ、神様の方ではバラクが人数を1万人集めて、そしてタボル山で待機している、ね、そしてシセラの方は、まあ、今その山で自分たちにこう歯向かおうとする者たちが集まっているということを聞いたので、またいつもの戦車で制圧しようということで、まあ彼らを、自分の部隊をですね、全部ってもう本気です、もう本気で潰そうと思ってるわけですね。全部の部隊を集めて、そして、まあ、自分の兵士もみんな集めて、共におるすべての民も集めて、キション川に呼び集めたと書いてありますね。ですので今それぞれ待機している場所っていうのは、まあ、本当にちょっと川を挟んだあたりだと思うんですけども、まあ、皆さんこれちょっと想像していただきたいんですが、今イスラエルの、ナフタリとゼブルンの人たちはタボル山から下を見るわけです。だから向こう、川の向こうにですね、あの恐ろしい殺人戦車が900両待機してるんですよ。それ見た時に突っ込みたいですか、皆さん。盾とかないですよ、彼ら武器もほとんどないですよ。そこに突っ込めますか。いや、普通に考えたらもう怖くて逃げ出したくなると思いますよね、はい。しかしデボラはこういうふうに言うわけですね。デボラはバラクに言った。さあ立ち上がりなさい。今日は主がシセラをあなたの手に渡される日です。主はあなたに先立って出られるではありませんか。そこでバラクは1万人を従えてタボル山から下った。ここには怖がらなくていい。恐れることはない。主がシセラをあなたの手に渡される日ですと約束を繰り返したわけですね。そしてさらに彼らに勇気を与えるために、主はあなたに先立って出られると。先立ってというのはあなた方が突っ込む前に主が突っ込むということですよね、はい、自分たちよりも先に突っ込んで戦ってくださるということをもう信じていくしかないんですよね。で彼らはそれを信じて実際に突っ込んでいったということなんですね、はい。でも、まあ、皆さん、神様がここで戦われるということなんですが、先立って出られるということはそういうことですよね。で神様がどのようにして、まあ、このシセラのね、あの戦車部隊と戦われたか、このことについては、
まあ、実はさまざまな神学者、まあ、牧師の間でも、まあ、ほとんど採用されているのがですね、彼らがキション川のところに集まって、そしてそのキション川からキション川の中に彼らが入った時に、神様がこの川の水を増水させて全部流して、それで神様は勝利されたという、まあ、この考えがですね主流になっています。ちなみにウィキペディアとかでも調べたらこの流れが書いてあります。でその根拠っていうのが、詩式の5章の20節から21節にこの神様の勝利についての、まあ、あの記念の歌といいますか、勝利の歌といいますかね、まあ、その歌詞の中にそういう部分が出てくるんですね。ちょっと読んでみますね。諸々の星は天より戦い、その軌道を離れてシセラと戦った。キションの川は彼らを押し流した。激しく流れる川、キションの川、我が魂を勇ましく進め、という、ここを見るとキションの川は彼らを押し流した、激しく流れる川、キションの川と書いてありますので、まあ、ほとんどはですね、ああ神様は最初から彼らをキション川に集めて、そして押し流そうとされて、これが神様の戦いだと、まあ、そう普通に思いますよね。しかし、まあ、私はこれは象徴的なことだと考えてます。なぜかというと、このキション川はって書いてある、あれ、あ、ちょっと待ってね、これですね、ここにキション川はと書いてある前の部分ですね、もろもろの星は天より戦い、その軌道を離れてシセラと戦ったと、実際に星がシセラと戦ったわけではなくて、これ天の軍勢がこの、バラクとイスラエルのために先立って突っ込んでいっています。ですので、そのことをもろもろの星と象徴的に書いてあるわけですね。で、軌道を離れてというのは星の軌道を離れて、まあ、要するに天にいた軍勢がこのシセラと戦ったという意味で象徴的にこれが書いてありますので、その直後に続くキションの川のことも象徴的なことだと思うんですね。はい、まあ、そのことをこういうふうに書いてますけども、もろもろの星でこれは象徴された神様の天の軍勢がシセラの戦車部隊と戦ったとこれは考えられる。でその直後に続くキションの川の部分も神様の御前から敵を完全に排除したということを、まあ、表現する象徴的なものであると考えられますね。まあ、聖書をですねこう学んでみますと、神様の戦い方って不思議な戦い方なんですね。で非常に多いパターンが何かと言いますと、神様が、まあ、あの天の軍勢を送られた時に敵の心の中にですねもうあの耐え難い恐怖心を起こさせるんですね。まあ、神様はそういうことが可能なことなんですね。で天使がまあそういうふうにして働きかけるんですよね。そうすると敵はですねもうその耐え難い不安に押し潰されそうになって、そしてもうパニック状態になるんですね。そしてパニック状態になったら何が始まるかっていうと、もう怖いから剣を取って振り回したりするわけです。そうすることによって同士打ちが始まって、すごい人数がどん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 減っていくんです。で最後はイスラエルよりももっと少なくなって、弱くなったところをイスラエルがやっつけるというパターンが非常に多いんですね。はい。で実際に、このシセラの戦車部隊にも同じようなことが起こったんじゃないかと私は考えてるんですね。で実際にその、シセラの戦い方っていうのは、川の中に入ったらもうこの回転する刃が全く役に立ちませんので、まず入らないと思うんですよ。彼が一番その戦車の、威力を発揮できるのはどこかっていうと平原なんですよね。キション川の横の平原のところに彼らはここに待機させてた。そしてまあシセラの命令によって父と正しい、まあ、彼の戦い方があったんでしょうね。南南部隊は出発止まれ、もう全部こういうのを彼が指示する。それによって多くの戦死者が出た、そういう戦い方を彼らはしていたと思うんですね。
だけども、まあ、いつものように神様が働きかけられた時に、まあ、神の戦い方法によって彼らの心の中に恐怖心が出た時に、もうここから逃げたいという、もうパニック状態に陥った時に、あの戦車がもう無秩序に走り回ったらどうなるかですよね。まあ、おそらくこういう状態になるかと思うんですね。もうでも味方も何も関係なくんですね。もう本当に多くの人たちが、まあ、こう人っていうのはシセラの部隊の兵士たちですね。多くの兵士たちが自分たちのこの戦車の刃によって殺されていく。それでどんどん人数が減っていく。中には戦車と戦車がぶつかって、もう無秩序ですから、パニックですから、それで死ぬ人も出てくるし、そんな状況だったと思うんですね。ですので、これは神様の方法で、神様が戦った方法ですので、まあ、神様はこの方法のことを、主は剣を持って戦われるという表現を聖書で書かれるんですね。次の詩式の4章15節から16節まで、こちらをご覧いただくとですね、主は剣を持ってシセラとすべての戦車および軍勢をことごとくバラクの前に打ち破られたので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げ去った。バラクは戦車と軍勢とを追撃してハロセテゴイムまで行った。シセラの軍勢はことごとく剣に倒れて、残った者は一人もなかった。はい、まあ、このようにして神様はあの約束を果たされたんです。バラクが、まあ、不信仰ながらですね、まあ、預言者に頼りながらですね、まあ、なんとか1万人を集めて、そして奮い立って突っ込んでいった、その、まあ、彼の勇気と、まあ、勇敢な姿に神様も報いてくださって、約束通りにシセラの軍勢を渡されたということですね。はい、でももう一つ覚えておかなければならないのは、デボラが先にシセラをあなたの手ではなく女の手に渡すと言われていた、あのシセラを討ち取るというところ、そこに非常に教訓が含まれているわけですね。はい、でこの徒歩で逃げたシセラはどこに向かったかというと、まあ、次の詩式の4章17節にこう書いてあるんですね。しかしシセラは徒歩で逃げ去って、ケニビとヘベルの妻ヤエルの天幕に行った。ハゾルの王ヤビンとケニビとヘベルの家とは互いにむつまじかったからである。はい、まあ、彼が逃げた先は、まあ、自分の王様ヤビンね、まあ、彼は将軍ですから、まあ、王に仕えてるわけです。そのハズルの王ヤビンとこの、ケニビとヘベルの家とは互いにむつまじかったということですね。ですので、まあ、シセラからするとですね、まあ、唯一今逃げ込む場所があるとすればここしかないと思ったんですね。でも彼はおそらく、まあ、家の主人のヘベルのことを知っていたかもしれません。まあ、王の側近ですから、王宮で会うことがある。でも、まあ、彼がね、今までこのヘベルの家をシセラが訪れたっていうのは、まあ、これおそらく初めてだったと思うんですけども、まあ、そういうところに彼は逃げてきたんですが、その時に家にいて、まあ、留守番といいますか、このヘベルいなかったんですよ、家にね。で、留守番していたのがヘベルの妻のヤエルであったということなんですね。で、彼女は本当に普通の一般家庭の主婦ですから、まあ、主人が仕事に出ている間に家を守って、ね、で、まあ、何かあの、まあ、夫の、まあ、客人が来た時にはですね、まあ、もてなしたりする、そのようにして家を守るのが彼女のまたね、主婦の仕事ですから、まあ、そのようにしてですね、まあ、彼女は家にいたわけです。そこにですね、このシセラが逃げてきたわけですよね。まあ、逃げてきたっていうのは多分わかると思いますね、もうその様子からもね。で、彼女は、まあ、そのシセラを見たときに、これ何か訳があるなと思ったはずなんですね。まあ、しかし、彼女はどういうことをしたかというと、まあ、次のところにね、こう書いてありますね。
ヤエルは出てきてシセラを迎え彼に言った。お入りください主よ、どうぞ家へお入りください。恐れるには及びません。シセラが天幕に入ったのでヤエルは毛布を持って彼を覆った。はい、ここにヤエルがこのシセラを出迎えてですね、そして家に招いて、まあ彼がもう逃げてきてるのはもう分かったわけですね。何かから、もうその事情は分からないにしてもね、何かから逃げてきたと。だからもう安心してくださいと、ここにお入りくださいということで、まあ天幕に入れて毛布を持って彼を覆ったというのはかくまったということですよね。はい、彼女は実はまあ、神様に対して非常に敬心深い女性でしたので、いつもこのようにやってたんですね。まあ、実はアブラハムがそのようにして旅人をもてなすことをね、常にやっていたので、だから、まあ、ある時にですね、ソドムとゴモラに神の使いの刑罰を携えた御使いたちが来た時にですね、アブラハムは彼らを、まあ、迎えてですね、そこで彼らと話すうちに、まあ、ソドムとゴモラに対しての刑罰のあの話を耳にすることになったわけですけども、まあ、そのようにして、いつも親切を尽くすという彼女のこれが習慣であり、そして、彼女は神様の御前に、まあ、このような良き証をいつも立てていたわけですね。だから普通のやるべきこととして、追われている人を、何か事情があって追われている人を家にかくまうというのは彼女にとってはごく自然なことだったんですね。で、まあね、ヘブル人の13章2節3節、まあ、開かなくて結構ですけども、ここに旅人をもてなすことを忘れてはならない、ここですね、旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにしてある人々は気づかないで御使いたちをもてなしたとかね、獄につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさいとか、また自分も同じ肉体にあるものだから苦しめられている人たちのことを心に留めなさいとか、ね、まあ、これは神様の愛の原則、隣人に対しての愛の原則ですね、まあ、友愛の原則とも言いますか、これは神様がそのようにしなさいとおっしゃって、まあ、私たちはこのことを実践するときに、まあ、クリスチャンとしてですね、まあ、神様の証をそれぞれの置かれた場所においてすることができるわけですね。はい、まあ、そのことによって神様にご栄光を期すことができるということで、まあ、私たちのためではなく神様のためにこうしましょうということなんですね。で、同じようにヤエルはこのことを、まあ、本当に心から喜んでやって行っていたので、ね、まあ、その様子が詩式の中にありますけれども、まあ、例えばですね、詩式4章19節から20節までこうあります。シスラはエルに言った。どうぞ私に水を少し飲ませてください、喉が渇きましたから。ヤエルは父の皮袋を開いて彼に飲ませ、また彼を覆った。シスラはまたヤエルに言った。天幕の入り口に立っていてください。もし人が来てあなたに誰かここにおりますかと問うならば、おりませんと答えてください。シセラがお水くださいと言ったときに、喉乾きましたと言ったときに、ヤエルは、まあ、ここに、父の皮袋を開いて彼に飲ませっていうのはね、まあ、牛乳といいますかね、まあ、チーズのようなものを彼に与えて、ね、まあ、飲み物だったのかどうかはちょっとわからないんですけども、まあ、水も飲ませたかもしれませんけども、まあ、彼女はそのようにして、彼が言った以上のことをやったわけです。まあ、だから心を込めてもてなすというのは言った以上のことをやるということですよね。はい、そしてまた彼を覆ったっていうのは、彼をかくまうようにしてね、まあ毛布で覆ってあげたと。まあ、だからシセラはもう安心してですね、まあ、自分がなぜ、ね、まあ、こう誰かから追われていると、そして誰かが追ってきたものがここにおりますかと言うんだったら、おりませんと答えてくださいとまで、まあ、彼女に言えるぐらいまでですね、彼は安心しているわけですね。そして、まあ、このあと続きを読むとこうあります。しかし彼が疲れて熟睡をしたとき、ヘベルの妻
ヤエルは天幕の釘を取り、手に土を携えて彼に忍び寄り、こめかみに釘を打ち込んで地に差し通したので彼は生き絶えて死んだと。すごい、これは急展開なんですよ。今まで親切の限りを尽くしてきた彼女がいきなり何があったかっていうことですよね。はい。で、まあ多くのクリスチャンはですね、まあおそらく彼女は最初からこのシセラが誰か分かっていて、なぜ逃げてきたかも分かっていて、でも知らないふりをして演じてですね、親切を演じて油断させて寝たところをやったという、そういう認識があるかと思いますね。はい。しかし、まあ、私はそう理解してないんですね。なぜかというと、シセラは最初は知らないで、もうとにかく神様の御前に潔白にですね、そういう客人をお迎えして、困って何か逃げてる人がいた時には事情をまず聞かずに、とりあえずかくまってあげて迎え入れてあげて、まあそのような中で、まあここで信頼関係が築けられるわけですね。信頼関係をまず築いたわけです、ここで。だからシセラはもう安心して寝た、熟睡したって書いてあります。将軍が熟睡するって皆さんありますか？よっぽど心を許した時には熟睡すると思いますよ。で、シセラはこのヤエルのこのおもてなしが本当の心からの親切のもてなしであって、またケニ人とはそういう人たちであってね、だから彼は安心できたと思うんですね。だからそういう流れの中で全く疑われなかったっていうのは、ヤエルが真心からこれを行っていたからだと考えられるんですね。そしてまた神様はご自分の目的を達成するために手段を選ばないことを、ね、推奨されないんですよ。なぜかっていうと、エヒウという人がいましたね。エヒウという人がね、まあ、彼はアハブ家を壊滅させると言いますか、まあ、神様の指令によってね、まあ、神様からエヒウは神様からアハブ家を、まあ、全て全滅させるようにという指令を与えられましたけども、この人やりすぎたんですね。もうやりすぎたっていうのは、もう手段を選ばなかったわけですよ、ね、で結局神様から、まあ、言われたことはやったんですけども、やりすぎたっていうのは何と言いますか、全然やってることがちょっとね、手段を選ばない、あまりにも。例えばもう死んだ人を、まあアハブのイゼベルが死んだ後に馬で踏むとかですね、死んだのをね、とかバールの祭司を嘘をついて、今から私はバール礼拝を熱心に行いますから皆さん集まってくださいって、バールの祭司を集めて、そしたら鍵を閉めて皆殺しにするとかね。確かにバール礼拝はまずいと思いますけども、まあ、手段を選ばない、嘘をついて騙してやってね。で結局彼は自分もその礼拝、偶像礼拝の礼拝を捨てなかったわけですよ、ね、でもまあ神様からその神様の働きをやる義に過ぎたわけですね、彼はね、まあ、そういう状態ではあったんだけど、非常に危険な状態でした、彼はね。で結局は自分のために彼はやってたんです、エヒューはね。なぜかっていうと、自分が熱心なものを、この熱心にやってることを、まあ、尊敬している、ヨナダブだったかな、ヨナダブに見せたくてですね、私が熱心なのを見なさいって言ってわざわざ連れ回して、こういう自分の熱心さをアピールするわけですよね。誰のためにやっていたかっていうと、彼は自分のためにやっていたんです。だけどヤエルは自分のためにやったわけじゃないんです。やりたくなかったんです、こういうことは。ね、だけども彼女は、まあ、事実を知ってしまったんですね。なぜ彼が逃げてきたか、そして彼が誰だったのか、神の敵であり、そしてイスラエルの民を教えてあげている、神様が憎まれるものだった、その正体が明らかになった時に、彼女は、神様はこの、まあ、神の敵をね、神の敵をかくまうことではなくて、最後に
彼を討ち取ることを望まれていると彼女は信じて、そしてそれを実行したんですね。でこれは非常に勇気と信仰が必要なことです。なぜならば夫と仲がいいということは分かってるわけです、ね。まあ、誰かが多分言ったんでしょうね。でもしそれをやった時に、ねまあ、彼を教えてあげたり何かした時に夫がまず夫の立場が悪くなる可能性がある、ね、自分も責められる可能性もあるわけですよ。そうしたら、まあ、多くのクリスチャンはですね、まあ、最初こう歓迎して、ねまあ、友愛ということで、まあ、自分の何て言いますか、自分がいい人と見られるためにもしいいことをやっているクリスチャンがいるとすればですね、まあ、多少神様が嫌がる要素がここにあったとしてもクリスチャンはいい人でなければならないから愛で彼を受け入れあげましょうと、これがクリスチャンとして、ね、愛の原則ですと教えるかもしれないし、そうするかもしれません。だけどヤエルは神様がこれ望まれてないってことを知ったんですよ。でそれを知った時に彼をかくまうべきではない、神様のこの最後の働きを神様は自分に望んでおられるから、それを私はやらなければならないという信仰と勇気を持ってこれを彼女は成し遂げたわけですね。その様子がですね、まあ、ここにこう書いてあるわけです。ヤエルは初めは客が何者であるかわからなかったので彼女は彼をかくまおうと決心した。しかし彼が神と民の敵シセラであることを後で知ったとき、彼女の決心は変わった。彼が彼女の前で眠ったとき、彼女はそのような行動は本来は気が進まなかったが、それを克服して彼のこめかみに釘を打ち込んで地に彼を釘付けにして殺した。はい、非常にショッキングなこれはシーンですね。まあ、まずおそらくこういう状況だったと思いますね。これ多くのクリスチャンはですね、まあ、これをトラウマになるぐらいですねまあ非常にこれは恐ろしい残酷なことだと普通に思うと思うんですよ。何もこんな殺し方じゃなくていいんじゃないのって、他にも殺し方あったんじゃないのって思われるかと思いますね。まあ、しかしいろいろとですねこの状況を考えたときに、まあ、まず彼女はですね遊牧民族でしたので、彼女の身の回りに、まあ、こういう、まあ、武器みたいなものがあるとすれば、それはテントのこのロープを張って下に打ち付けるですね、まあ、そのような杭があったわけですね。でハンマーでそれをいつも叩いて、遊牧民族はもうことによってはすぐに移動していくから、もう何度も何度もこれ使い慣れてる、まあ、そういう道具でもあるわけですね。で、もう一つですね、数ある道具の数ある、まあ、武器といいますか、この武器ではないんですけど本来はね、数あるこの武器の中からなぜ彼女がこれを選んだかといいますと、一つ考えられるのは、まあ、シセラが鎧を着ていたと、ね、でその理由というのは、まあ、将軍ですし、彼が徒歩で逃げたって2回書いてあるんですよね。徒歩で逃げたっていうのは、これは徒歩じゃないと逃げられないですよね。走って、まあ、最初 何メーターかは走って逃げられるかもしれないけど、ずっと走って逃げるって難しいと思います。やっぱ歩いて逃げるしかないと思うんですね。だからこの状態だったら基本的にですね、まあ刃物は通用しないと、ね、でもこれ見たら分かりますけども、兜を取ってますので、今シセラが寝てる中でね、ヤエルが今手に取って彼を討ち取るために一番有効な手段というのは、まず彼の無防備な場所、顔、こめかみだったわけですね。そしてしかも一発でこれをやらなければならなかった。もし、ね、中途半端にやって彼がもう目を覚まして反撃してきたら勝ち目がなかったわけですね。そういった数々の理由によって彼女は自分のできる最善の方法として、まあ、この
土で、ね、釘をこめかみに打つということを彼女は行ったわけですね。で、まあ、聖書はですね、非常に残酷なところがあると、こういうシーンもあるのでね、確かにそういうふうに思われるかもしれません。怖いと、神様のためにこんなことするのということをね、特に初めての方は怖がるかもしれませんね。で、例えばね、イスラム教の人たちがもう神のためだって言って突っ込んでいったりとかですね、自爆テロやったりとかですね、はい、こういうものにちょっと近いと思われるかもしれないんですけども、全然違います。っていうのが、イスラム教の方々はああいう、なんて言いますか、過激な方法でですね、敵をやっつけることによって救われるって教えられてるんですよ。だからそのようにして徳を積むという感じですか。だから彼らがそうする理由というのは、救われるためですよね、自分が。神様のためって言っておきながら、自分の救いのためにやってることなんですね。でもヤエルは最初からまず神様のために彼を迎え入れたっていう事実がありますよね。最初から、ね、人から見られて褒められるとかじゃないんですよ。もう隠してたから、本当に誰も知らないようなところで行われてることですよ。その上で後からこれが神様の敵だったって分かった時に、また神様を喜ばせるという選択をしたんです。だから、一見怖いようなこの表現ではあるんですけどもね、残酷な表現に見えるんですけども、彼女の立場だったり、ね、その遊牧民族という立場だったり、女性が一人で、一発で彼を討ち取るということを考えた時に、この方法が彼女にとっては一番適切であったということも覚えておかなければならないかと思いますね。はい、でもう一つ、シセラは善人ではないです。彼はあの戦車を開発して、もうそれを走り回らせたくてたまらなかったわけですね。自分が考案した、この残酷なもので人々が死んでいくのをですね、彼は本当に、自分の功績としていたんです。だから恐れられていたことも彼は非常に自分の功績としてね、だから何て言いますか、そういう恐ろしい罪を彼は人生の中でね楽しんでいたし、それを自分の功績としていたという悪人だったということですね。はい、だからこの寝顔を見るとなんかいい人みたいですけども、全然そういう人じゃないですからね。はい、あの戦車を考案して楽しんでいた人ですので、そういうことを考えたときに、神様の刑罰はこういう、本当に悪人に対して必ず臨むということです。世の中でもいろんな武器が開発されてですね、その武器の威力といいますか、武器の威力を誇っている人がいっぱいいますけども、神様は絶対報いられると思いますね。はい、そしてこのようにしてですね、ヤイルは神様の彼女の似合うべき働きを信仰と勇気によって全うした。これで神様の言葉が成就したわけです。シセラを女の手に渡すというね。そしてこの言葉が最初神様に対して不信仰だったバラクに語られましたので、バラクがこの場面を見ることになるわけですね。神様の言葉の通りです。詩式4章22節24節、バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼を出迎えていった。おいでなさい。あなたが求めている人をお見せしましょう。彼がヤエルの天幕に入ってみると、シセラはこめかみに釘を打たれて倒れて死んでいた。こうしてその日、神はカナンの王、ヤビンをイスラエルの人々の前に打ち破られた。そしてイスラエルの人々の手は、ますますカナン人の王、ヤビンの上に重くなって、ついにカナンの王、ヤビンを滅ぼすに至った。はい、この今回のね、学びの中でですね、私たちにはいろいろ教訓が与えられているかと思いますね。まずはこの、ヤエルという女性の、立場ですよね。一般家庭の主婦という、ね、そのような彼女が戦争の中で、ね、戦いの中でもう最も
最も、まあ、権力とですね、そして、まあ、戦いの中に戦い慣れていた、そういう無敵の将軍と言われていたシセラを一発で倒したというね、ダビデとゴリアテに通じる、ね、まあ、そのような、まあ、女性版のダビデとゴリアテの話のようなものだと思います。しかしそこには、まあ、彼女の女性ならではの神様を喜ばせるという動機で最初からこれは始められたことですね。神様を喜ばせるために、神様のためにまず招き入れて親切を尽くし、その中で自然に、信頼関係がね、安心して彼は熟睡するような状態になったわけです。でも神様はここで本当のこの意味を彼女に告げられた。その時に彼女が何を選んだかっていうことですよね。まあ、これはですね、まあ、私たちにとっても、まあ、人事ではないと思いますね。っていうのが、まあ、あの私たちもですね、まあ、クリスチャンとして、まあ、様々な神様の証を立てるべくそれぞれの場所に置かれています。親切に振る舞うべきだともちろん教えられていますし、そうあるべきだと思います。しかし時にはその親切が間違った親切を行っている場合があるということがもし何らかのことで分かったときには、私たちはその神様の原則の方を取らなくてはならない。たとえ自分があなた愛がない、これ拒絶するの、あなた愛がない人ねって言われるようなことがあったとしても、神様の原則を取らなければならないということですね。っていうのが、あの、まあ、今回私もこの話を作りながらね、まあ、これから先ですよ、ね、これから先特にそうですね、まあ、安息日の問題が出てくるかと思うんですね。まあ、安息日のことに関しては神様が安息日を守ることをとても望んでおられることは実会の中にも明らかに書いてありますし、そして、まあ、私たちがね、神様とのこの間の印となると、神様との関係性の印となるということがエゼキエル書の20章の20節に書いてあるわけです。ですので、まあ、私たちはこの原則を固く守らなければならないわけですね。でも、それを知らない方々がまだたくさんおられるわけですね、同じクリスチャンでも。でそれを知らない方々っていうのは安息日を守る必要性を感じていないので、まあ、日曜日に礼拝をするわけですね。しかし、まあね、心を込めて日曜日を礼拝してるんですけども、近々この日曜礼拝がですね、神様が望んでおられないこれは礼拝だということを知る時が来ると思います。まあ、それはそれぞれのタイミングでですね、神様は働きかけておられると思います。それを知った時に何を選ぶかですよね。人間関係を優先させるためにそれを知っていても日曜礼拝を選ぶのか、また教会から追い出されたくない、除名になりたくない、そういった理由で日曜礼拝を選び続けるのか、家族の中で自分一人だけが日曜礼拝だと家庭内がうまくいかない、だから日曜礼拝をするのか、このあたりが今日のヤエルの話のポイントにつながってくるんです。実際に神様は、ね、このエゼキエル書8章の16節17節の中にね、まあ、上から2段目の黄色いところです。主の宮にその背中を向け、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んでいた。太陽礼拝、これはバール礼拝に由来するものですが、実は日曜礼拝ってここが出どころなんですよね。なぜかというとローマ帝国の時代のミトラ教がここから出てるんですよ。そしてそのローマ帝国がローマカトリック教会によって制定したのが日曜礼拝です。で神様はこの日曜礼拝について何とおっしゃるかというと、人の声を、あなたはこれを見たか、ユダの家にとって彼らがここでしているこれらの憎むべき技は軽いことであるかと言われるわけです。つまり神様ご自身はこのことを軽いことだとは思われないんです、日曜礼拝がされていることを。しかし知らないで最初の
ヤエルのように知らないで彼を歓迎して神様のために一生懸命やっていたように、知らないで一生懸命日曜礼拝をやっている者方々に対しては、そういうクリスチャンに対しては、神様は今は罪を問われません。でも近々それが、これが明らかにされた時に、まあ、つまりヤエルがこの寝ているシセラが誰であるかを、その正体を把握した時にどうするかは、そこから問われます。何を優先させるかです。常日頃から神様を優先させることを第一とするならば、おそらく私たちは安息日礼拝を選んでいくことになるかと思います。しかし人間の都合で神様の原則を時には退けるという精神を持っているならば、日曜礼拝は継続されると思います。はい、私たちは置かれたそれぞれの場所でですね、何を行うにしても、まずは神様を喜ばせるために、自分のためではなく、自分の徳を高めるためではなく、神様の皆のご栄光のために行いたいと思います。中には非常に勇気と信仰が必要なこともあるかもしれません。しかし原則を取るならば、神様が無名の主婦であるヤエルを祝福してくださったように、私たちをも祝福してくださると私は信じています。はい、ということで一応今日の学びはですね、これで終えたいと思います。ライブ配信に参加してくださった方、ちょっとインターネット回線がですね、もうなぜか分かりませんけども、ブツブツ切れるようになってしまいまして、今回ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今この収録した動画をですね、まあ、すぐにまた上げたいと思いますので、またこれをご視聴いただければ幸いです。はい、それでは一言お祈りをさせて、この学びを閉じたいと思います。愛するご在天のお父様、このようにして、今日はヤエルの生き方から学びました。私たちは基本的にあなた様の原則を高く掲げつつ、あなた様の証し人としてそれぞれの場所に使わされておりますが、時には信仰と勇気が必要な場面に遭遇することもあります。その時に人間に頼るのではなく、神様に頼るという、そのことを徹底することができますように、そのような親密な関係をあなた様と築くことができますようにお助けください。また時には今私たちが取り組んでいることがあなた様の御心にそぐわないことを知ることになることすらあるかと思います。その時には私たちの思いではなく、あなた様の思いの方を優先し、そしてあなた様にご栄光を期すために、友愛というものを捨てて、人々から憎まれ誤解されるようなことがあったとしても、あなた様の側を選ぶことができる、そのような勇気と信仰が与えられますようにお願いいたします。この学びを閉じるにあたり、愛するイエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。